にちは、なえなのです。今日は何の企画かと言いますと、なんと今回ダニエル・ウェリントンさんから素敵なプレゼントをいただきました。じゃん、早速開封します。じゃん、わー。なえさ、いつもレザーのレトロな感じの時計しか今まで持ってなかったから、新鮮。見て、2時。そして今回指輪もいただいたので、じゃん、指輪もいただきました。ありがとうございます。めっちゃかわいい。ということで今回はこのいただいたかわいい時計と指輪、これに合う秋のコーデを組んでいこうと思います。4種類ぐらい紹介したいなと思ってるので、ぜひ最後まで見ていってください。ポコ、ママおいで、かわいい、うちのワンコをご覧あれ。化粧してるから舐めちゃダメです。うちのワンコどうぞ。はい、まず一つ目のコーデです。フロントとバックにプリントのあるロンティーを選びました。白のトップスと黒のデニムパンツで、すごいシンプルなコーデにしてみたので、時計のね、このごっついクラシックな感じが引き立ってて、すごいかっこいいです。全身はこんな感じになってます。パンツとシューズは前回の動画でご紹介したものと同じものなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。チョキッ、あ、チョッキン。いつもはねオーバーサイズのトップスを着ているんですけど、今回はかっこいい感じでまとめてみたかったので、ジャストサイズを選んでみました。はい、こちらが2つ目のコーデです。テーマは大人ブルー。内的にこの時計には大人っぽい感じの服が一番似合うかなと思ってて、なんかニットとパンツ使ってシンプルで落ち着いた感じのコーデにしてみました。やっぱりアクセサリーを銀色で揃えると統一感って可愛いと思います。普段ニットは全く着ないんですけど、こんな感じで前抱きインとかするとすごく大人っぽくて可愛い。このトップスはビスで買いました。で、大人っぽいコーデにしたんですけど、ヘアピンはちょっと大きめのものを選んで可愛さを出しました。ニットとヘアピンの色が合っててとっても可愛いと思う。全身はこんな感じです。パンツと靴は1個目のコーデと同じものです。トップス変えるだけですごい印象変わりますね。ブルーと銀色の組み合わせめっちゃいいと思う。時計ね、あら、指輪もつけちゃって、という感じでこれが2コーデ目でした。熱い。はい、こちらが3コーデ目です。最初の2つとはちょっと違って、淡い色を選んで女の子っぽい可愛い感じにしてみました。トップスはオリーブでオリーブです。パンツは短めのスカートを選びました。あ、毛玉がね。トップスにかなりボリュームがあるんで、ボトムはスッキリさせた方がいいかなと思って、短いのしました、ね、あ、まんじ。時計が結構クラシックな感じなので、甘い系の服には合わないかなって思ったんですけど、逆になんか甘くなりすぎなくて、水色のトップスと銀色が合ってて可愛いと思います。ちなみにこのドーナツね、なんかミント味とかすんのかなと思ったんですけど、全然しなくて、砂糖でした。普通にすっごい顔してますけどね。なんかアフレコ動画のあるあるなんですけど、映像の方を話さないんで何していいか分かんなくて、すごい変な行動ばっかり撮ってるね、これ。あ、どっとっとっと、すごい。はい、最後になりました。4コーデ目です。トップスがちょっとどこのか分かんないんです、すいません。スカートはジュエティー。コーデがね、結構かっこいい系なので、シックな時計がねめっちゃ合ってると思う。え、なんか今日チーク濃くね。まあいっか。
このスカート以前もね動画で紹介してるんですけど、ふわふわのチュールスカートになっててね、もうめっちゃ可愛い、お気に入りです。え、これ撮れてる？あ、撮れてる。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと時計の紹介を詳しくしてなかったんですけど、なえが選んだのはアイコニックリンクシルバーっていう時計になります。文字盤サイズは 32mm です。ダニエル・ベリントンさんの新作になってます。このエレガントな感じと、コーデ見てもらったと思うんですけど、本当に何にでも合うデザインだと思います。今までのレザーの時計とはちょっと違って、高級感がさらにアップしてるんじゃないかなって思います。でこの指輪なんですけど、クラシックリンクシルバーっていう指輪で、この時計と合わせたデザインになってます。同じねシルバーでね、合わせてつけるとめっちゃ可愛い。かなりシンプルで、つけ心地も軽めで、すごいおすすめです。この動画を見ている皆さん、なんと今回 15% オフになるクーポンを用意していただきました。全商品どれでも 15% オフになるクーポンなんですけど、クーポンコードがなえなのっていう、めちゃめちゃ覚えに簡単で、あのローマ字で普通になえなのなんですけど、このクーポンコードを使うと 15% オフになるので、ぜひみんなもお揃いにしましょう。女の子も男の子もつけてると思う。はい、ということで今日はダニエル・ウィリントンさんの時計と指輪の紹介と秋コーデを組んでみました。皆さんもぜひ試してみてください。みんなも秋いろんなお洋服を着て楽しみましょう。今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。高評価とチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。また次回の動画もぜひ見てください。バイビー。